I'm Perica. So here we are in London, in Mayfair. We're on our way to the 2 Michelin star restaurant, Bearacchi. We're here together with the sushi master chef, Mitsuhiro Araki. Yes. And we're here to find out his way of cooking. So if you were to explain for somebody who has never been here about your style of cooking, what would you say? とにかく僕のスタイルはもうこの通り、お客様の目の前で全てそのご挨拶から始まって、魚を切るところから、あとマグロをさばくところから、全部このお見せしながらやっていきますから、それを見ていくうちにお客様がどん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 興味を持って食べていただく。その最初に数品前菜を出して、その後にメインである僕のお寿司を作るわけですけど、その寿司を作る時も全て切ってるところから、握ってるところから、でお客様に一個一個僕がサービスするのも全部こうダイレクトに見てますんで、なんだろう、理解してもらうことっていうことと体験するっていうことが一緒にこう始まっていくんですね。でこれはすごくお客様にとっても興味深い食べ物だと僕は思います。 Where do you find inspiration for new dishes? とにかく食べ物の相性っていうのはもう人間が生まれてから死ぬまでの間、そしてもう本当に人類っていうか、まあある意味こう始まって以来毎日こうご飯を食べるわけですよね。その中でそのヨーロッパで育まれた食材と食材の組み合わせで、僕が学んだ日本でのその江戸前の寿司の技術、それが一緒にこうどういうふうにこうお客様にこのイギリスのロンドンの地で僕のお寿司を提供しようかと思った時に、そのヨーロッパの人たちが育んできた食文化の相性、例えば卵とトリュフで、あとはキャビアとその他のその魚との組み合わせ、それを僕が見て経験して、あ、この食材は僕が学んだ江戸前の技術のと混ぜてもこれ面白いんじゃないかっていうのを自分でこうひらめきっていうか、きっとこうすれば美味しくなるだろうっていう過程のもとに作ってきました。Creating your fantastic dishes, where do you find the produce here in London?で僕はいつも考えることは、やはり僕が学んできたその日本の寿司っていうのはシーズンによって変わっていきます。野菜も魚もお肉も全てのものが、日本は四季があって1年間に4回季節が変わります。その僕の学んできた日本の季節によって変わる食材と、ヨーロッパの季節によって変わっていく食材、例えば今のシーズンですと、ちょうどアイルランドの方で取れるマグロがすごく良くなってきてますから、それを使う。イタリアの方で取れてるトリュフがサマートリュフから今度はホワイトトリュフに変わっていく。季節によってどんどん魚も野菜もやっぱりヨーロッパも同じように変わっていきますから、それと日本の僕の技術とやっぱりこう組み合わせて、とにかく僕の一番大事なコンセプトはシンプルで、あととにかく分かりやすい、でそのあまり食べにくくしないこと、あんまりこう混ぜこぜにして複雑にしないこと、これが一番僕はお客様にとって自分にとっても伝えやすく、かつ食べてて分かりやすい食べ物なんじゃないかな。You had your 3 Michelin
star restaurant in Ginza in Tokyo. And then you decided to move to London. And now you have your two star here. But where did your journey start? Why did you get into food in the first place? とにかくあの僕自身が一番最初に料理を志したのは18歳の時、ホテルに入ったのが最初の料理との出会いだったんですけど、多分皆さんもそうであるように、僕も最初から一本でここまで来たわけじゃなくて、毎日この食という仕事に携わりながらも迷って悩んで、ね、あ一時期その道から外れようとドロップアウトしようと思った時もありました。でその25歳の時に日本を一度離れたんですね。オーストラリアのシドニーに1年間行ってる時期があって、その時にその僕が本当に寿司をやり直そうって思う世界との出会いがあったんですね。まあ不思議なことに、僕は日本にいて日本の寿司を勉強しながらも、日本にいることをやめて一時期オーストラリアのシドニーに行ったことによって、自分にとって本当にライフワークとして生きていくことになった寿司との出会いと再確認をシドニーでしたんですね。あ、こんなにこう外国の方にも寿司というものは喜んで楽しく食べていただけるものなんだと。で、寿司はカウンターでお客様と会いたいしながら、僕が仕入れ、加工、販売まで全部極端に言えば一人でもできます。誰の手も入らないで自分が全てできるんですね。まあ、これは僕はなんか自分から始まり自分で終わる最高のビジネスじゃないかなと思って、日本に帰国して修行を始めました。それが目黒のお店だったんですね、25歳の時。その後その25歳から34歳まで、その目黒のお店で修行して、寿司というものがなぜ始まったから、なぜ始まったからから始めて、なぜ僕らが塩を使う、酢を使う、火を使う、で寿司というものを作り上げるかも全部徹底的に勉強して、で34歳の時に僕は独立しました。まあ、でもとにかくその毎日寿司を作ってお客様におもてなしをしているうちに、僕の師匠である竹脇新津がいた銀座に一度はやっぱりお店を出したいっていう気持ちがだんだん強くなってきて、僕が44歳の時に銀座にお店を移しました。銀座という場所は日本の寿司屋の中でも最もステータスがある場所で、銀座に出せることは、まあ、ある意味寿司職人として生きてきてすごく名誉なことだったんですけど、お店をこう開けて3ヶ月後に銀座にお店を出すことが実は僕の全てであって、出した後僕の心は空っぽになってたんですね。その空っぽの心を毎日こう空っぽのままお客様に会いたいすることっていうのは僕には苦しみしかなかったんですね。そういう時に、じゃあ次何を自分が心の中をいっぱいにしながら、心を燃やしながらお客様に美味しい寿司を食べてもらおうってやれるかと思ったことが、
外国でもう一度お寿司をやってみたい、レストランを開いてみたい。でたまたまその時にあの僕の娘がイギリスに留学することになって、じゃあ家族みんなでロンドンに移ってやってみようと思うようになったんですね。確かに銀座で僕はたくさんのお客様が毎日来るお店を作ることができました。でもその中でその延長線上にそのミシュランというものがあって、ミシュランはものすごく名誉あるものだと僕は思ってますが、原点はお客様の気持ちとか意識がうちの店に来てくれたことの延長線上にそういうものがあるということを常に考えています。僕はもしミシュランの星を取るために何かをしようと思ったら、きっとお客様はそれを感じて、いや荒木さんそれは違うんじゃないかなって多分きっと思ったと思います。とにかくレストランですから、第一考えなきゃいけないのはお客様のために僕は何ができるかであって、ミシュランの星を取るために僕は何ができるかではないと僕は思ってます。ものすごく感謝してます、ミシュランに。僕の次のドアを提供してくれたのもミシュランであることは間違いない。でも一番僕が大事にしなきゃいけないのはお客様であり僕の家族だと思ってます。シェフ荒木、now you are one of the world's most famous sushi chefs. You had your 3 stars in Tokyo. You have your 2 stars in London. Where will you go from now? それはものすごく僕の人生をこれから終わりに向けて続けていく上ですごくこうあの大事な選択と決断になると思います。ただ言えることは、今ロンドンに400店舗以上の日本食のお店があるんですね。その400店舗のお店を全て日本人がカバーできるわけではなく、働いている人中にはもうほとんどもう全員が外国の、いやこちらの人だけでお店がこう経営できている。ということはもう美味しい寿司を作っている人は日本人だけではなく、世界中のいろんな人がこう寿司という仕事、日本食というものに携わっていらっしゃって、日本人じゃなきゃ美味しい寿司は握れないんだよっていう時代はもう僕の時代で終わりにしなきゃいけないなと思ってます。だって僕の弟子たちもそうですけど、日本人は僕しかいなくて、あとは中国の人、イギリスの人、ポルトガルの人、ポーランドの人、もう自国の料理があるにもかかわらず日本食を選択して自分の人生を幸せにしたいっていう弟子たちがいる中で、僕の持ってる DNA は日本人以外にどん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 分けていくべきだと僕は思ってます。よく継承する、次に つなぐっていう言葉が日本でもよくありますが、それは物質じゃなくて精神だと思ってます。意識が人の行動を促し、行動が結果をもたらすと。僕の意識も僕の弟子たち日本人以外の意識を伝達していくべきだと思ってますし、彼らが今度はうちのお店から独立してどこでやっても成功できるような考え方、モチベーション、技術を受け継いでもらうように一緒にやっていこうと思ってます。人生はとにかく短いです。僕が本当にあと動いて考えて言って行動できるのもあと何年だと思ってます。その何年かの間はどん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 このロンドンの場所を皮切りにいろんな国の人たちと
一緒に寿司の世界を作り上げたいと思ってます。If you were to give an advice to a young person that wants to become a sushi chef, what would you say? 僕が思うのは、まず自分を信じること。自分ができるんだ。この仕事は、あなたの人生を全てかけるだけの価値がある仕事です。それだけのものを寿司は返してくれます。自分を信じること。決して諦めないこと。必ず夢は現実になりますから。僕のとこまで来てください。素晴らしい世界が待ってます。たくさんの素晴らしいお客さんとの出会いがあなたを導いてくれます。信じてください。